こんにちは、かなえです。今回はあの有名マジシャンがテレビで演じたことでも知られている箱の出現と消失のトリックです。まずは実演ご覧ください。あ、すいません、僕すごいマジック覚えてきたんで、よかったら見てもらってもいいですか。使うのは52枚の青いトランプ。この中から1枚のカードを選んでほしいのですが、でごめんなさい、一つ大事なことを忘れてました。トランプでマジックをしたいのであれば、箱の中から最初にカードを出してあげないとマジックできませんよね。さて、改めて1枚のカードを選んでもらいたいと思います。あ、でも最初箱から出してましたね。はい、いかがだったでしょうか。実はこのマジック、僕の TikTok の実演でも1万いいねを超えていて、本当は解説したくない気持ちでいっぱいだったのですが、YouTube にある他の方の解説では不十分な点が多く見られたので、今回は僕が知っている情報を全て公開する決意をしました。今回のマジック、お気づきの方もいるかもしれませんが、実はこのような特殊なカードを使っています。トランプと箱の一部が一体化して1枚のカードとして扱えるようになっているわけです。そしてご想像の通り、このカード材料さえ揃っていれば作成自体はそこまで難しいものではありません。なのでこの後の流れとしては、まずこのカードの作成方法を簡単に解説します。そしてその後にこのカードをどのように扱えば実演のような現象を起こせるのか、具体的な演じ方の部分について解説していきます。それでは早速作り方の方を見ていきましょう。まず作成に使用するのはトランプの箱と1枚のカード、そしてハサミとノリ、これだけで十分です。今回は最もスタンダードといえるバイシクルというトランプを使用して作成していきますが、紙の箱のトランプであれば何でも作成可能です。ただし冒頭の実演のように箱から出した後もう一度箱から出てくるというような演出を行いたい場合は、同じ種類同じ色のトランプの箱がもう一つ必要となります。一応概要欄に今回使用しているバイシクルの Amazon のリンクを貼っておきます。必要な道具が揃ったら、まず箱の方から加工を始めます。蓋を閉める際のフラップを上にした際の上部一面だけを切り取ります。これをこのトランプに糊で貼り付けるわけです。折れ曲がった線に沿って丁寧にハサミを入れていきます。この際側面の方にずれて切れてしまった場合は後から切り直せば問題ありませんが、上面に大きくハサミが入ってしまうとその箱でギミックを作ることはできず、もう一箱トランプを購入しなければなりません。慎重に行ってください。このようなパーツを切り取ることができました。こちらのパーツはもう使わないので捨ててしまっても大丈夫です。次にこのパーツを1枚のトランプの裏面に貼り付けてあげます。貼り合わせる位置はフラップの折れ曲がる3箇所、今回の場合は分かりやすく赤線で示しておきました。この真ん中の線に沿ってカードの端を合わせてあげて貼り付けていきます。この際カードの裏表に注意してください。カードの裏面全体に糊を塗っていきます。液体糊ではなくスティック糊を使用するようにしてください。糊を塗り終わった後、両方のパーツをこのように机につけてずれないように貼り合わせてあげます。この際切り取った箱の方が側部の辺そして底辺ともに一回り大きい状態となっていますが、これで問題ありません。糊が乾くのを少し待ってから、先ほどの飛び出た部分をハサミで切り取ってあげます。カードを切らないよう丁寧にトリミングしてあげて、最後まっすぐフラップの方まで切ってしまって問題はありません。このようにきれいに端が揃った状態となりました。このように3つの辺すべてを揃えてあげると、フラップを折り曲げた際にフェイスの目を見せられるという工夫があるわけです。これでこのマジックの種の部分は完成です。お疲れ様でした。それではこのギミックカードをどのように使えば箱が現れたり消えたりするのか、具体的な演じ方の解説に入っていきます。まず箱を出現させる現象について見ていきましょう。先ほどのギミックカードをフラップが下そして手前側に来るようにデックのボトムに置いておきます。この状態でマジックを始めますと言って、このようにデックの上半分あたりを示してもいいと思います。
ただしボトムのギミックカードはこのような状態なので、このカードが見えないように気をつけてあげます。この状態からフラップに指を引っ掛けてデック全体を半回転させてあげることで箱が出現したように見えるわけです。後ろから接射してあげると、このように下にフラップが来たような状態から指にフラップを引っ掛け半回転する動きの中で箱が出現したことを示すわけです。この際デックの側面はこのようにカードが丸見えなので、なるべく左手の指でサイドを隠すようにしてあげましょう。そして次に蓋を開けカードを取り出す動作ですが、この流れの中にも細かい工夫があります。まずフラップを開ける際、親指を折り目部分に当て中指でシールの部分を開けるようにしましょう。普段この向きで箱を開けるときはこのような動きになるはずです。普段の動きになるべく近づけることによって違和感を減らしているという工夫があるわけです。そしてカードを引き抜く際は、右手の親指と中指でカードの側をこのように引き抜いてきます。この際ギミックカードの方を引いてカードを取り出す実演をたまに見かけますが、箱を開けるときに箱の方を動かすという動作は非常に不自然なので、極力箱の方は動かさないようにしましょう。もちろんこの状態からギミックカードを若干手前に引いてあげないとカードを掴むことができないので、1センチほど引くことができたら普段カードを取り出す動作で引き抜いてあげるようにしてください。そして最後、箱の消失の方法ですが、引き抜いたデックをこのまま手前に倒してあげれば OK です。この時ギミックカードは再度ボトムの位置に来ているわけですが、今度はフラップの面ではなくフェイスの面が下を向いているため、軽く表向きで示してあげてもいいと思います。このカードがギミックカードです。これが今回の箱の出現と消失の一連の流れとなります。また実演のように最初本物の箱から出したい場合は、先ほどと同様のセットをしてあげたものをこの状態で箱の中にしまっておきます。そして演じるタイミングになったら、ギミックカードが見えないように取り出してあげて、このように示してからマジックを始めるといいと思います。この際間違って向きを逆に出してしまうとギミックが丸見えになってしまうため注意をしてください。はい、いかがだったでしょうか。今回はこのチャンネルで初めてギミックカードを使ったマジックを解説しました。見てくださった方の中ではギミックの使用はずるいであったりとか好みではないという方も大勢いらっしゃると思います。それらは一つの意見としてありだとは思います。一つ伝えたかったのは、ギミックを使用したマジックの中でもそれを扱う技術であったり細かい工夫があるという点です。もし今まで一度もギミックを使用したマジックをやったことがないという方は、これを機に挑戦してみるのもいいのではないでしょうか。今後も今回のような有益な情報を発信していきたいと思っているので、気になった方はチャンネル登録していただけると今後の重要な動画を見逃す確率が減ると思います。よろしくお願いいたします。では今回の動画は以上となります。最後に次回の動画の予告をどうぞ。